台湾居民来王大陸通行省。台湾居民来王大陸通行省は一般に大法省と称され、台湾公民が観光、商用、親族訪問などで大陸を訪問する際に必要となる証明書。中華人民共和国公安部が発行している。旅券に類似しているが、いわゆる大陸地区のみで使用することができる特殊な証明書である。 かつては、使用に際しては、詐称に相当する、戦中が必要であったが、2015年7月1日より、廃止された。1945年以前の日本統治時代、台湾人は一部中華民国国籍に帰化したものを除き、原則として、日本人として、中国大陸に渡航していた。台湾降伏により、中国大陸及び台湾は共に、 国民政府の統治下に入ると台湾人は中国人として両岸を自由に往来できるようになった。しかし国境内戦の結果1949年に国民政府が仙台した後は分断国家として一般の往来は不可能となってしまった。1987年に台湾は38年間も続いた戒厳令を廃止し同時に 大陸地区への親族訪問を解禁した。対して中華人民共和国政府は前日の経緯から台湾の国民政府を承認していなかったことと一つの中国の原則に反することから国民政府が発行する中華民国旅券での台湾人の訪問を受け入れることができなかった。そこで中華民国旅券に代わる台湾人の身分証明書として台湾居民来王大陸通行省が 中華人民共和国公安部により発行されることとなった。台湾人が大陸地区への訪問を目的に徹査会する場合、台湾地区では中華民国旅券にて一般の出国と同一の手続きが行われる。そして、大陸地区の入境地点に到着すると中華民国旅券ではなく台湾居民来往大陸通行省による入境手続きが行われる。 すなわち、台湾人が、大陸地区を訪問する際には、中華民国旅券には、台湾地区の出入り境のみが記録され、台湾居民来往大陸通行省には、大陸地区の出入り境のみが記録されることになる。当初、台湾居民来往大陸通行省は、台湾人が、大陸地区を旅行する際の身分証明書であったが、近年の両岸関係の親密化により、台湾人が、 大陸地区に長期滞在し、投資事業を行う際の身分証明書として、性質をも持ち始めた。二重国籍者を除き、大陸地区における台湾人としての唯一の公的な身分証明書となる。台湾居民来王大陸通行省は、台湾人にとって、大陸地区における就業、医療サービス、不動産購入、銀行口座開設、融資と資金借り入れ、 クレジットカード解説等において、大陸地区住民と同等の手続きが可能な身分、証明書となり、単なる通行証以上の意味合いを帯びている。台湾居民大王大陸通行証は、出入り境ごとに、戦中、詐称の取得が必要であった。一般的に使用されているのは一時入居、在留期限3ヶ月のものであるが、長期滞在者のために1年経つに、2年経つに、 3年、達技などの種類も存在している。2年以上の査証に関しては、公安指定病院での健康診断を求められる、などの制限がある。以前は、経由地の香港で取得する必要があったが、両岸直行便が就航して、以降、空港で到着時に取得が可能となった。前述の通り、戦中は2015年7月1日以降は、必要なくなった。 香港特別行政区の出入り境に際しては、台湾居民来往大陸通行証による出入り境管理が行われており、中華民国旅券の提示は不要である。台湾居民来往大陸通行証を持ち、香港特別行政区に入居する場合、30日以下の短期滞在は多少免除である。しかし、マカオ特別行政区では、 中華民国旅券による出入り境管理が行われており、特別行政区により取り扱いが異なっている。台湾居民来往大陸通行省は、本来大陸地区でのみ有効な身分証であるが、海外においても有効な身分証明書として通用する場合がある。ニューヨークの国際連合本部ビルでは、台湾からの入管者に対して、一つの中国の原則に反することから、 中華民国旅券の使用を認めておらず、台湾居民来王大陸通交渉の提示を求めている。かつては旅券と同様の冊子式で、台湾居民来王大陸通交渉は、黄緑色の表紙に、台湾居民来王大陸通交渉の金文字が、ホットスタンプされている。内側には、中華人民共和国公安部出入り境管理局、及び、 中華人民共和国の国章が赤で印刷されている。2015年より IC チップが内蔵されたカード式に変更され、有効期間内は自由に大陸地区へ出入り境、滞在できるようになった。すでに香港、マカオ住民が大陸を訪問する際に使用する会合証や大陸住民が香港、マカオを訪問する際に使用するは、 IC カカード化されており、一部には、台湾を、香港、マカオすカするるる。もものだと反発する声もある現在、大法省番号は8桁となっているが、今後発行が予定されている二大大法省では、中国公民の居民身分証と同じく18桁に統一する計画がある。2018年9月より発行されている台湾居民居住証は、居民身分証と同じく 18桁の公民身分証番号が付与されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。